そういうことあります、ね。皆さんこんにちは、アイハーチャンネルのハヤです。ハヤです。今日は。はい。今日はあるお店のリベンジに来ております、はい、どこのお店かというとギンブルね、頼むで、もうそろそろそのさ、おばさん臭いくしゃみなんとかしようぜ。はい、ギンブル。はい、ギンブルでございます。あの愛知県で有名な、なんだろうこれ、ディスカウントストア、中古屋さん、中古屋さんになります、はい、こちらで好きなもの1000円分買ってもいいってことにします。1000円分って言ってます。何グラム OK なんだ。はい、お店も開店しましたので行ってきたいと思います。はい、レッツトライ。かのちゃん何買うの？アンパンマン。アンパンマンの、アンパンマンの買うの。じゃあ行こっか。うん、はい、かのさん、おやつを食べたまま寝落ちしました。初めてじゃない？あのうつら品川のを見たかったんやけど、あやさん見た？うん、私も眠りかけた。11時半です。普段ならご飯食べてる時間帯なんですけど、ご飯を食べに行くところ行く途中で落ちました。あー、まあ30分寝れるからね。はい、帰ってきました。はい、じゃあ何を買ってきたか紹介していきます。カノさんが待ちきれないようなので、カノさんのから発表していきます。はい、まず今見せました、こちら。母さん、こっちに見せて。それ見せて。磁石。磁石じゃなくて、これこいつ見せて。はい、アンパンマン。はい、アンパンマンのぬいぐるみでございます。こちら UFO キャッチャーかなんかのね、景品になったんですけど、値段見てください。安っ。165円になります。もうカノさんこれ見た途端話さなくなったので、こちら購入してきました。はい、何寝とる。はい、次もアンパンマンです。こちら、じゃーん、こちらです。アンパンマンのハーフケットになります。はい、はい、開けてみてください。いいよ。いいか。こちら未使用品になりますね。開けてよ。開けます。ちょっと季節外にはなるんですけど、薄めの感じのハーフケットなので、ちょクーラーの効いたお部屋とかで寝るのにはまだちょうどいいかな。秋口にお昼寝で大活躍するタルケット、ハーフケットを購入しました。はい、まだです。まだそういうことありますよね。はい、次こちら、これからの時期活躍するものになります。虫除け。はい、虫除けシール72枚入り132円になります。これわかる？どうやって使うか。服に貼る。そうそう、服にペッタンと貼ったら蚊が寄ってこないよっていうシールですね。あのカノさんはあの保育園行く時にね、貼ってきます。すごい蚊がいるんだよ確か。はい、最後カノさんです。こちら、ちょっと聞くかどうかわからなかったんですけど、安かったで買ってきてみました。おむつ消臭。はい、おむつ消臭になります。これはあのね、マミギュー、あたった今兄ちゃんに。カノさんが出かけ先でうんちとかした時にそれをシュッシュってかけると消臭されるそうです。本当かどうかわからなかったんで買ってみましたが、実はこちら33円になります。これがカノさんが買ってきたものになります。はい、多いね。多いです。次、ハヤノになります。こちら、あ、結構大きいね。一つずつ出していってください。こちらです。ハヤが買ってきた一品目は、こちら。これ中古品になるんですけど、マリオの、なんかこれボールを転がして遊ぶゲームのやつです。これは385円です。なんで安いかというと、中古プラス、あとパーツが若干足らないそうです。果たしてこれを買ったんですが、遊べるでしょうか。これ実際開けてみないとわかんないですね。パーツ王だから。はい。これ一品目。あといくつ買ってきたのかな？あ、残り二つ。二つ。二個目、三個目は同じ種類なので、ペンに見せてください。じゃーん。はい。これなんかレゴブロックみたいな感じのブロックなんだけど、壁に貼ることができる。切ったり貼ったりして繋げることができるそうです。レゴブロック好きのハヤが選ぶかなと思ったものなんですけど、何ですか？ブロッティ。ブロッテ。ブロッテ。はい。
こちら何かというと、レゴブロックみたいなんだけど、切ったり貼ったりして、つなぐことができます。自由の世界を作ることができる。すごい、これ。220円と176円。っていうのを2つ購入しました。はい。これが、はやの買ってきた以上になります。はい。最後、あやさんのになります。はい。まず、あやさん買ってきたやつが、2個目と2個目がほぼ一緒のものなので、出してください。はい。せーの。はい。一つは、ポストカード入れ。一つは、写真入れですね。はい。のファイルになります。未使用の文具で、33円と55円になります。33円と55円。はい。これ何に使うの？なんていうの？ポストカードや、鬼滅の刃のカードを入れるために買いました。あやさんは？それでおしまい？うん。あといくつある？一つ。はい。実は今回、あやさんとはや、3個ずつ買っております。すごいね、ほら、緑色だよ。うん。わかった。はい。じゃあ、最後の一品、教えてください。はい。超でかそう。せーの。ピカチュウシールメーカーです。はい。オリジナルのシールを作れるシールメーカーらしいです。はい。こちら、550円になっています。はい。カモさんも遊びたいと言っております。アンパンマンをシールにしてくれるんですか？いや、もう、鬼滅の刃のやつをシールにすると。そうお菓子のパッケージとかね。そうあるんだよね。これはちょっと大きいから無理かもしれないですけど、こういうお菓子のね、パッケージのやつを使ってシールを作りたいそうです。はい。はい。今回、一人1000円までの購入企画をやりましたが、じゃあ机の上に改めて出してみましょう。どうですか？リベンジできましたが、満足のいくお買い物できましたか？はい。なんかね、タオルケット見てね、いびきをする子がいるんだよね。ねんねするわ、と言っております。カノさんの代わりにアンパンマンが座っております。はい。満足のいくお買い物ができましたか？はい。はい。皆さんも変わったお店があったら、ぜひ覗いてみてください。覗いてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルとゲームチャンネルもあるのでよろしくね。よろしくね。バイバーイ。実はね、私ね、シールガムのさ、袋あれやんか、あれ残してあるんだよね。一つ。どうぞ、好きなだけ作ってみてください。